はい、こんにちは。今回はですね、こちらのワークマンのネックウォーマーと、こちらですね、アマゾンのベストセラーのネックウォーマー、こちらの比較をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。まずはじめはアマゾンの方からちょっとやっていきたいと思うんですけども、こちらですね、価格はですね、僕が買った時は1880円となってましたね。ただアマゾンは結構価格に変動があるんで、まあ、その都度変わってしまうんで何とも言えないんですが、僕が買った時は1880円ということでしたね。こちら特徴としましてはですね、まあ、裏側がこう暖かいんですよね。ボア仕様になっていて、まあこれ予想以上にね、暖かいんですよね。で、これ販売から2年以上経っているみたいなんですが、レビューの数がですね、800オーバーで、平均 4.4 となっていたんで、もうめちゃくちゃ人気のある商品であることは間違いないですね。こちらの最大の特徴はですね、伸縮性ですね。これ伸びるんですよ、めちゃくちゃ。伸びてますよね。で、戻りもいいんで、これすごいいいんですよ。で、髪とかセットしててもこれ全然影響なくつけれるんですよね。こう、今ちょっとメガネあるんで邪魔ですけど、まあこんな感じでですね、簡単につけて、つけた後もこう、ね、いい感じに縮んでくれるんで、これフィット感がめちゃくちゃいいんですよ。なんでこれ思った以上に僕は好きです。気に入ってます。はい。期待はあまりしてなかったんですけど、正直。でもすごくいいですね。はい。外すときもこれかなり伸びるんで、まあ、外すときの方が楽かなといった感じですね。はい。続いてこちら、ワークマンのネックウォーマーなんですが、まあこれワークマンの店舗で見たことある方いらっしゃると思うんですけど、これなんと580円ということで、アマゾンの3分の1ぐらいの価格なんですよね。はい。こちら先ほどのアマゾンと一緒でですね、裏側はボア仕様になっていて、まあいい感じに暖かいですね。なんで暖かさとしては、まあ一緒ぐらいって感じですよね。はい。それでボタンがついてるんで、これボタンをまあ右利きの方はですね、このボタンを右手に持って、こうやって止めるっていう感じですよね。まあ、このボタンをどう見るかですよね。まあ、めんどくさいと見る方もいれば、まあ、逆にですね、ボタン大好き、こういうのがあった方がやりがいがあっていいとかね、そう感じる方もいると思います。ただ、フィット感はなんかアマゾンの方がいいですよね。なんかこれ大きい感じしますよね、ちょっと。なんでこう、シュッとしてないというか。なんでその分、こう、風も入ってきやすいのかなと思いますね。ちょっとでかすぎるかなというふうに思っています。まあボタンは本当好みですよね。この見た目にしても使い勝手にしてもそうですよね。ただこれボタンつけたままでも一応取れるんで、まあ、取るのはいいんですけど、これはめるときはやっぱり紙とかセットしてるとやっぱボタンを外した方がいいかなと思います。で、伸縮性はまあちょっと伸びるかなといった感じですね。まあ、アマゾンの方はこれすごい伸びますよね。なのでやっぱり伸縮性は完全にアマゾンの方がいいかなと思います。ちょっと自分なりに表にまとめてみたんですけども、暖かさはアマゾンもワークマンもほとんど一緒かなと思いました。そして伸縮性ですよね。やはりこれがアマゾンが素晴らしいなと思いましたね。伸縮性があることで付け外しがめちゃくちゃ楽でフィット感もあると。でフィット感はアマゾンが20丸、ワークマンはちょっとダブついてたので三角かなといった感じですね。ここのフィット感でちょっと差がついた感じはしますね。あと見た目はまあ好みなんで、まあどっちも悪くはないなといった感じで丸ということですね。でコスパは圧倒的にワークマンですよね。アマゾンが1880円、ワークマンは580円ということですからね。これは圧倒的にワークマンですね。ただ、あと持ち運びなんですけども、やっぱこれアマゾンの方がこう小さいんで、持ち運びはいいかなと思います。コートのポケットとかにも入るんで。ただ、ワークマンの方はちょっとでかいんで、なかなかポケットに入れるとか、そういう風になってくると厳しいかなと。カバンとかがないと厳しいかなと
思いますね。まあ、ということでですね、僕的にはこちらの Amazon の方がすごく使いやすくてフィット感があって暖かいという結果になりました。少しでもですね、参考になれば幸いです。本日もありがとうございました。